はいどうも皆さんこんにちはスーパーネックパンチです。えー、本日はですね、こちらの、昨日かな昨日ぐらいにツイッチコンっていうゲームイベントがあって、そこでね、バンジーさんがいろんなデスに,ついに関する情報を発表していたので、その時の動画とかスライドとかを見ながら解説していきたいと思います。結構ね、急遽作ったので、あまりその編集とか凝ってないんですが、そこのところは勘弁してください。はい。えー、とりあえず、1枚目の、えー、っと、これか。 えー、シーズン。シーズンっていうね、ちょっとコンセプトを今回は導入していくっていうことを発表してました。で、シーズンってどういうことかっていうと、まあ、1年につき4シーズンに分けて、えー、各シーズンでいろんなものを紹介していくっていう、まあ、いろんなものをか変えていくっていう感じですね。で、代表的なのが、その各シーズンの最初に、 このクランレベルっていうのをゼロにまたリセットするっていう話をしてましたね。えー、これどういうことかっていうと、そのクランレベルをリセットすることで、新しいクランとかコミュニティが育つように、なんでかっていうと、あの、シーズン1で例えばね、クランレベル6に達している クランがあったとして、で、また新しいクランが他に出来上がったとしても、新しい人たちが、そのね、クランレベル6のところに入ろうとするじゃないですか。で、それだと不公平で、まあ、新しいクランがなかなか人が集まんないだろうということで、毎回シーズンが終わるときに、えー、クランレベルはリセットされるっていう、えー、そういうコンセプトを話していました。で、次にですね、えー、っと、えー、シーズンのゴール。シーズン何をしたいかっていうと、 ま、その、ま、以前デスニー1だったら、その変更とか、武器のチューニングとか、あまりなんか定期的っていうよりは、なんか突発的になんか変わってたような気がするんですね。そこをま、1年4回変わる時期を設定しておくっていう、ま、ユーザーさんにそれをま、予測できる時期で変更していくっていうことがま、大きいと思います。で、あと、毎回シーズンが変わるごとに、 テーマが変わると。なので、まあ、例えば、んよくわからないんですけど、例えば PVP 重視とか p b e 重視とか、まあ、そういうことですかね。で、まあ、同時にサンドボックスチューニング、まあ、いわゆる武器を変えたり、新しいコンテンツをリリースしていく、えー、一つの節目として使っていくっていう、そういう話をしてました。はい。えー、で、次にですね、えこれね、えドーニング。要は、あの、章炭ですね。章炭のイベントを、まあ、シーズン2の始まりにやりますと。 え、話してました。で、翔タンに関しては、まあ、シーズン2に関しては、えー、来年ですね。来年の初めみたいなことを言ってましたね。冬で間違いないんですけども、まあ、来年の1月ぐらいですかね。で、翔タンで、えー、アイスホッケーを導入したいっていう話をしてました。僕個人は別にどう、<laughs> そんな、そんなどうでもいいかなっていう感じなんですけど、まあ、アイスホッケーが好きな人は、まあ、ちょっと、うん、喜んでいいんじゃないでしょうか。あとね、もう一個ね、面白かったのが、その、雪、 雪合戦ができるっていう話をしてましたね。これ右のこの画像ですね。タワー内で雪合戦ができると。でこれはまあどっちかというと、なんかスパークがでっかい、あの、雪の玉になってる感じがするんですけども。はい。で、これね、タワーだけじゃなくて、あの、ゲーム内でも、あの、実際に敵にダメージを与えられるようになるらしいです。なので、各エリアで導入されるらしいので、まあ、皆さん楽しみにしていてください。で、次にですね、 これが翔タンの新しい装備ですね。これも翔タンの時しかゲットできない装備で、まあなかなかね、なんかスタイリッシュな感じでかっこいいかなって思いました。うん、悪くないね。で、次にこれか。これアイアンバナーに関して。まあ今回ね、シーズン1のアイアンバナー、あとね、1回あるらしいです。で、前回のアイアンバナーでいくつか学んだことがあると。次回からはどうやらその武器をちょっとずつ リリースししてていいくととうことを言ってましたねで一気にやるんじゃなくて、まあ、ちょっとずつ解除していってなおかつあの何を買うか選べるとまあその運要素じゃなくて例えばオートライフルが欲しい人はオートライフルを買えるとでその代わり、えー、印とレジェンダリーの欠片が必要になるとそういう話をしてましたなのでまあ、ね、今回ねパルスとかオートライフルとかゲットできなかった人は次回できちんと欲しいものがゲットできるっていうそういうシステムに変わるようです でちなみに、あの、アイアンバーナー、この、シーズンごとに装備が変わるらしいので、あの、シーズン1のアイアンバーナーの装備をゲットしたかったら、えー、次回のアイアンバーナーでゲットしないと、もうゲットできないよっていうことは言ってました。はい。次ですね。えー、これが、あの、シーズン2のアイアンバーナーの装飾かなんかですね。なんか、でもね、ちょっとね、ここ俺もわかんなかったんだけど、なんか、その、アイアンバーナーの防具については、どうやら、その、 新しい装飾とかが出るらしいんですけども、装飾についてはなんかね、その、プレイ中に、そのアイアンバナーをやってる最中に何かチャレンジみたいなのをコンプリートすることによってもらえるみたいなことを言ってます。なので、まあ、その印だけじゃなくて、プレイすることに結構、うん、あの、なんていうんですか、インセンティブっていうんですか、モチベーションを上げるために、プレイすることが大事になるっていうことを言ってました。これも結構かっこいいですね。なんか、いい感じですよね。はい。次ですね。 で次がね、この9。ンの試練ですね。9の試練も、えー、次のシーズンで、えー、武器の見た目と、あと性能自体も変わるらしいです。まあちょっとね、ぱっと見、あれ変わってんのかなって思うかもしれないんですけど、自分一応の、ちょっと他のね、今の9の武器と画像を比べてみたんですけども、ちょっとだけ変わってました。あの形とか色とか、ちょっとだけね、まあ、雰囲気は同じなんですけども、ちょっとだけ変わってました。はい。はい、次。 ファクションラリーですね。ファクションラリーはどうやら、えー、シーズン1もう一回あるらしいです。なので、まあ、もう一回ね、その、フューチャーオカルトにするなり、えー、ヒデオのニューモナキにするなり、みんなね、多分選ぶと思うので、まあ、デッドオビト一回勝っちゃったから、もうそこに投票するメリットはないのかなって思いますけども、えー、これがあのー、シーズン2のファクションラリーでもらえるデッドオビトの装備の、まあ、これコンセプトアートなんですけどもね、まあ、こんな感じになるらしいです。なかなか、うん。 ちょっと判断かっこいいんじゃないのかこれは。なんか、いい感じですね。ウーロックもかっこいいな。なんかタイタンは、うん、なんか、見たことあるようなルックスだけど。うん。はい。で、次が、えー、ニューモナキーかなニューモナキーですね。ニューモナキーもね、結構いい感じだよね。うん。はい。で、次が、フューチャーオーカルト。フューチャーオーカルトはちょっと、うーん、なんかウーロックとかほぼなんか、 お医者さんみたいな感じになってますけど。うん。フューチャーオォーカルト、俺はちょっと、微妙かな。入門中で同日とか好きかな。まあ、個人的な意見ですけどね。はい。次これか。えー、ファクションラリー。そう、これがあの、シーズン2のね、ファクションラリーの武器ですね。これ、なんか、フューチャーオォーカルト、これオリジン弁当じゃん。じゃあ、間違った。フューチャーオォーカルト、ほぼオリジンストーリーじゃんね。 これただリスキにしてるような気がするんだけど。うーん。デトービトもこれなんか、タランジュラかなんかじゃなかったっけ。見た目似てんな唯一、まあ俺がこの中で好きなのはやっぱニューモナスかね。こういう形の銃好きなんで。まずはニューモナーに投票するかなうん。でもこれは、まあでもこれ楽しみですね。はい、次。よあ、プラリオンコールス。 これもね、あの、ちょっと特殊なんですけども、シーズンが終わるごとに、その、みんなね、頑張ってその時の防具とか装備とかゲットしたいじゃないですか。なので、まあ、その、一定期間、3週間って言ってたかななんか、その、XP、要は、経験値がダブルになる期間を設定するらしいです。で、シーズン1に関しては、クラメンと一緒にやることで、あの、経験値が2倍になるっていう話をしてました。これもある意味ね、その、みんなを、 みんなにチャンスをあげるとともに、まあ、みんな結集して、最後、シーズンの終わりだから、頑張れよっていう感じのイベントですね。まあ、これによって、あのー、なんだ、ブライトエングラムとかゲットするスピードが速くなるので、まあ、その、感情表現のゲット率も高くなるっていうことだと思います。で、次。あ、そうそう。感情表現に関してはね、あのー、あれなんですよ。あの、一新されるらしいです。 シーズンごとにもう一新されるらしいので、そのエヴァーバースの在庫はほぼほぼ全部変わるらしいですね。まあ一部以外は全部変わるって言ってました。で、これがまあ、一年目のね、シックスシューターなんですけども、これはもうだからそのシーズン1じゃないとゲットできなくなります。で、ラーメンもそうですね。ラーメンのやつもシーズン1のみになります。まあエグゾチェック系は全部だから切り替わる感じですね。 で、2年目は新しいこのエキゾ、過感情表現として、まあ代表的なのはこのマイクドロップっていう、ちょっとね、ラッパーがね、マイクを落とすような、そういうアクションですかね。はい。で、これはエキゾチックの船ですね。これエリアナさんじゃなかったっけな確か。エリアナさんの船ですね。これはまあシーズン1のまあ船なんですけども、これも多分シーズン1しかゲットできないと。そういうことを言ってました。で、シーズン2になると、こういうちょっと、これは多分ショータンの、 イベントの船なんですけども、まあちょっと変わった形のね、船が増えてくると。はい。あこれもね、これはシーズン2の普通のエヴァーバースの船だと思うんですけども。なんかち,ちっこいな。うん。これもですね、新しいスタイルの船ですね。なんかいろいろビラビラがついてますね。で、これがシーズン1のスパローも変わりますよっていう話ですね。で、シーズン2になると、 えー、こういったものが出てくると。なるほど。なんか冗談で D 字がカップホルダーがついてくるよとか言ってたけど、まあうん、ただのアメリカンジョークでしょうか。はい。なんか配線出てるけど、これかっこいいですね。シーズン2。なんかサメのね、見た目の。これはちょっと欲しいですね。はい。はい、次。はいゴーストですね。シーズン1のゴースト。 まあこういうのがあったと思うんですけどもシーズン2ではこういうちょっとなかなかデザインがもう思い切っ,ったデザインのゴーストが出てきますこの赤いやつとか全然ゴーストじゃないじゃないかみたいなうんこれもねなんか特殊ですよねかわいですねはいで次これがねなんか宇宙みたいなやつなんですけどもどうやらなんかその銀河系みたいなのがこのローストの後ろに映るらしいです まあそういうことを言ってました。これはちょっと凝ってるっていう話をしてました。で、これはなんか、うん、よくわかんねえなーって。D 字がなんかウィンアンプのスキンじゃねえのかみたいなアメリカンジョークをかましてましたけど、うん。ウィンアンプ知ってる世代がね、限られてるっていう。<laughs> はい。次。シェーダーです。シェーダーの話。あの、シェーダーはどうやらね、キャリーオーバーされるらしいです。あのー、新しいものも追加されるけど、まあ基本、まあシェーダーは、 古いやつもゲットできると。ゲットし続けることができますよっていう話をしてました。で、その、シェーダーのね、削除に関しては、まあもちろん、そのうちね、頑張りますっていう話もしてましたね。で、これはアーマーですね。エヴァバースのアーマー。まあ、これもシーズン1がこれだったけど、シーズン2だと変わりますよって言ってましたが、言ってたんですが、えー、モザイクかかってました。 これはちょっと公開はできないらしいです。はい。はい、次。あ、クルーシブルね。ニューマップ。これなんかその話してたのが、そういうこういう9のね、マップとか、9の試練でまず、えー、1回ね、そのリリースして、で、9の試練が終わった後に、まあ、全クルーシブルで使えるようにしますっていう話をしてました。これもですね、レードがリリースされてから、あの、工程のね、 えー、住居みたいな、そのマップもリリースされたので、まあそういう感じでリリースしていきますよっていう話をしてましたで。これ時の海岸ですよね。デスニー1の。そので、デスニー2ではなんだ遠方の海岸だっけうん。で、こういうのも多分ね、将来出てくるんじゃないですかね。期待できますね。デスニー1のプレイヤーは結構懐かしいマップとか出てきたら嬉しいですよね。 はい、まあ、こんな感じだったんですけども、まあ、個人的な感想としては、まあ、いろいろね、バンジーさんも頑張ってんだな、っていうことを感じました。やっぱりね、いろいろユーザーさん、うん、大変、ユーザーさん結構多いし、その、ファンが結構熱烈なファンが多いので、プレイヤーの需要にコンテンツが間に合ってないっていう感じはするんですけども、まあ、いろんな工夫をして、まあ、増やしていこうとしてるのかな、っていうのは感じましたね。はい、なんか、開発者の誰だっけな、ルークさんでしたっけ。 なんか言ってましたね。あの、どっかの雑誌のインタビューで、ええー、その、俺たちが何ヶ月もかけて作ったコンテンツを、あの、ゲーマーたちは、まるで一袋のポテトチップスのように20分をかけて全部食ってしまうみたいな。<laughs> なんか、だから間に合わねえんだこの野郎みたいなこと言ってましたけど、まあ、わかんなくはないです。あの、俺もめちゃくちゃやり込んだんで、まあでもそこはね、できるだけアクティビジョンさんとバンジーさんお金かけて頑張ってほしいところですね。 はい。で、なんか、ちょっと気になったのが、その、デスニー2、1年でデスニー3に移行するのかなっていうような気がしました。なんか、シーズン、4シーズンって言ってたからうん、まあでもそっちでも別にいいんですよね。その方がね、多分、あの、新作出した方がお金も入るし、開発にお金かけられるし、まあコンテンツも増やせると思うので、まあユーザー、まあ一ファンとしてはそっちの方が嬉しいんですけどね。はい。はい。えー、まあこんな感じですね。 まあデスニー2ね、次回のイベントとしては確か10月の末にチャレンジ、レイドのチャレンジとかが始まると思うんですけども、まああとは12月の初め、12月の初めあたりに次の DLC がリリースされるようなので、まあ皆さん、ちょっと今マンネリ化しているところもあると思うんですけども、頑張っていきましょう。まあ今ね、ちょうどあの PS プラスでメタルギアソリッドのファントムペインってやつか、今ね、フリープレイなんで、ぜひおすすめですね。 ぜひねそこら辺でも遊んでデスニー2の DLC をゆっくり待とうじゃないですかで俺がそのデスニー2の配信してるのに他の,他のゲームを紹介していくっていうまあいいやはいということで今回は、えー、ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー